言いますが、犯罪行為を行うという集団、その2人がそうだと決めつけられたらもう逃れようがありません。誰だって誰だって対象になるのがこの共謀罪です。建造物損壊罪も窃盗罪も予備など処罰をしません。建造物損壊罪は未遂も予備もありません。でも労働組合が壁にたくさんポスターを貼ろうと、もしみんなで話し合ったら、その時点で共謀罪が成立します。窃盗だって共謀罪が成立します。沖縄で今進んでいるのはまさに共謀罪の先取りです。山城博司さんは3つ目の被疑事実が威力業務妨害罪です。去年の1月、ブロックを積んだ、本当は何百人とやったわけです。逮捕者が5人、そして2人が起訴に、去年の12月なりました。威力業務妨害罪だったら、組織的威力業務妨害罪は共謀罪の対象です。市民団体で、あるいは市民団体ですらない、2人で座り込みやろうか、いや何かをしようかと話し合っただけで、組織的威力業務妨害罪が成立をします。先取りです。市民運動や労働組合運動が反基地闘争や憲法改悪許すな、いろんな活動をする、脱原発の座り込みをする、こういうあらゆることをターゲットにして、市民運動や市民のコミュニケーションをぶっ潰そうとするのが共謀罪です。共謀罪いりません。共謀罪が国会にどんなことがあっても出てこないように、国会で超党派で頑張ります。そして市民と大きな大きな力を合わせて、まさに共謀罪を提出しようとする共謀内閣の一日も早い退陣を大きなうねりで作っていこうではないですか。共謀罪の国会提出をとにかく許さない、そのためにみんなで本当に頑張り合いましょう。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。柴さん。